皆さん、どうもトト TV です。面白い街、大阪を遊び尽くした私が、絶対に訪れてほしい観光スポット、7選をご紹介します。大阪にもいろいろな観光スポットがありますが、今回選んだ7選は、大阪らしい、大阪にしかない、そして面白い、そんな観光スポットです。そして、この7選の特徴は、半径 6km 圏内にあり、交通の便も良く、移動時間がさほどかからないところです。それでは、ご紹介していきます。一箇所目は、道頓堀をご紹介します。南エリアの難波にある、人気観光スポット、道頓堀。松竹座に、カニ道楽、そしてグリコの看板など、巨大な立体看板が立ち並ぶ道頓堀は、大阪、南の代表的な繁華街です。道頓堀の名前の由来は、1612年に、安井道頓が、私財を投げ打ち、南堀川の開削に着手し、1615年に運河が完成、開削者、道頓の功績を後世に伝えるため、道頓堀と名付けました。道頓堀といえば、ひときわ目立つ巨大な看板が有名です。道頓堀に訪れれば、大阪の食文化が存分に楽しめます。道頓堀リバークルーズもおすすめです。2箇所目はアメリカ村をご紹介します。アメリカ村は多くの古着屋や衣料店、レコード店などが並ぶ若者の街です。アメリカ村はファッション以外にも最新スポットが次々と登場しているホットスポットです。タピオカ専門店の激戦区でもあります。そして話題のグルメも楽しめます。3カ所目は難波グランド花月をご紹介します。難波グランド花月といえば、皆さんおなじみの、あの、吉本、新喜劇が、公演されている劇場です。テレビ収録以外の日に来ると、テレビでは見れない、アドリブがあり、面白いですよ。4カ所目は、黒門、市場をご紹介します。全長が約580メートルもあるアーケード下には約150の店舗が並んでいます。食い倒れの街、大阪らしい食べ歩きメニューも盛りだくさんあります。5箇所目は新世界をご紹介します。大阪のシンボル、通天閣を中心とした一帯で、大阪の名物スポットの一つです。現在の通天閣は、実は二代目で、初代の通天閣は、1912年に完成しました。地上 94.5 メートルの高さに特別屋外展望台があり、スリル満点の羽出し展望台もあります。
約10秒で一気に滑り降りる全長60メートルの大関係滑り台もあります。そして新世界でも大阪らしいグルメが堪能できます。6箇所目は大阪城をご紹介します。地上55メートル、五層八階、至る所に施された黄金の装飾が三千と輝く国の登録有形文化財です。大阪城で最も大きな巨石として有名な凧石です。表面積は36畳、重さは108トンもあります。左下の模様がタコに似ていることからタコ石と呼ばれています。前田藩の刻印石と言われている石垣も見ることができます。7カ所目は USJ とユニバーサルシティウォークをご紹介します。世界最高のライドアトラクションやショーなどエンターテインメントが楽しめるテーマパークです。ノースゲートを出るとユニバーサルシティウォークと直結しています。たくさんのレストランとショップがあり、 USJ の余韻そのままで食事などを楽しむことができます。皆さんどうでしたでしょうか。面白い街大阪にぜひ遊びに来られてください。